どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、やっとやっとやっとハローネイバーの製品版が登場しました。頭のヤバすぎる隣人さんとの対決のゲームですね。やっていきましょう。コンティニュー。始まらない。ん？おい、製品版始まらねえぞ。お、来た来た来た。なんかさっき死んでたね、画面が。あ、隣人さんの影が。早速やっていきましょう。コンティニュー。お、なんだ、びっくりした。おい、スマホのアラームが。アクト1。お、なんだ、ボールを取りに来てんの。いや、もう死にそうだけど。フルマラソン最後みたいになってるけど。え、何をやってんの。え、ここで俺に、おい。ここで俺に変えたら俺がマジやべえやつみたいじゃん。ちょっと待って、めっちゃボール転がっていったけど。あ、待って、あれ隣人さんの家じゃね。あっちね、もう分かるんだけど、あの車だけ見ただけで。ちょっと待って、ちょっとゲームをちょっと設定完了しました。うわ、視点がすごい低い、子供視点だ。これ隣人さんの家ですね。でもすごい昔の隣人さんの家だな。あ、なるほど、そういう過去の話があったんだ。え、こんな感じだったの。あ、いた。なんで入っていこうとするの。このシーン見たことあるね。おい、バレるぞ。え、マジでマジで、うわあ、動けなかった今。あ、閉じ込められた。鍵を置いて2階に鍵を置いたね。2階のその部屋か、左の部屋ね。What？ とりあえず自分の家に行くか。え、これ自分の家？あ、ここ何？この部屋は誰の家？これ自分の家なのか？わかんな。ちょっと待って、とりあえずアイテムとか見てみる。これでもなんか隣人さんの家みたいな、なんかその家具とかが似てるけど、自分の家ではないのかな？どうなのかな？え、わかんねえ。意味がわかんないけど、とりあえず、お隣さんの家に入ってみますか。あの、向かい側の家だもんね。これあれですね。デモの一番最初の方の家ですね。これがアクト1ってことか。少年時代ってことですね。視点が低い。まだ、秘密の部屋の、なんていうの、その、閉めてある鍵とかも厳重じゃないですね。ただの南京錠だけ。なるほど。開くか。とりあえず2階のあの部屋に、行きたいんだけど。マジで？マジで？どっから？どっから？オーマイガオーマイガオーマイガ。子供だから持久走では負けないぜ。よしよしよし、一周回ってお邪魔します。鍵閉めて。オッケー、完璧。入れたぞみんな。2階上がる手段を探せ。ここ開かない。2階上がる手段を探せ。あ、ベッドだ。待て、今隣人さんの声が聞こえた。近い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 。なに、なに、あーあーあー、お願い。ついてきてたのね。2階に上がる手段なんだ。後ろの方にもなんかあったね。この視点酔うなマジで。あ、まずブレーカー落とすか。ちょっとね、視点が低いと酔いますね。あー、これっぽいな。これを動かして2階に上がるっぽいけど、なんですか。こっから入れる。とりあえず入ってこれないでしょ。よし。で、この紐がどこに繋がってる？よく見ろ。向こうの部屋だ。ここ開かないもんね。うわーい！こんにちは。大丈夫、大丈夫、大丈夫。結構精度上がってるね。あ、マジで？もう気づかれるの？待て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 。こっから曲がれそうだな。はしごあるな。鍵は何色だ？はい、見させてくれない。
あ、近い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 。もう隣人さんが近づいてくるだけでさ、こう画面が暗くなってさ、なんか覇気を感じるって、隣人さんもやばいでしょ、神でしょ。近い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 。うわ、お出かけとかしてくれないかな。年末のバーゲンとかに行ってくれねえかな。オッケー、ゆっくり行こうぜ。ゆっくり歩くたびに手が揺れるのはちょっと何だ、気が散るんだけど。こっちの辺にいそう。待て待て待て、近い。ちょっと今のは無理だろ。あの右の部屋怪しいな。これ罠仕掛けてあるでしょ。罠仕掛けてあるわ。あ、奥にいる。バレた？自分の罠に引っかかる気分だった。わー、待て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 、そんなとこから出てきた。しかもトマト投げてきたな、完全に。ちょっとね、ここさ、開かない？あ、開かないわ。マジか。開かない、マジか。こっちだな。あー、めっちゃ南京錠で鍵閉めてある。こっち開く？あ、開いた。よっしゃ、奥行けた。びっくりした。何、どっから、どっから、お願い来ないで。まあ、あ、寝てる寝てる寝てる。ゆっくりか。大丈夫大丈夫大丈夫、音立てなければ大丈夫大丈夫、絶対大丈夫大丈夫。はいはいはい。待って、こんな近くから大人さん見れるの初めてだから確認しよう。ちゃんとこんな感じなんだ。あ、自分の手でこう暗くするタイプ。わー、なんで起きた、なんで目覚めた、意味わかんねえだろ今の時計の音。いやいや、近づいてきて、びっくりして。マジで、マジで、マジで、びっくりした、今。びっくりした、心臓キュッてなった。え？どこ？え？何？あ？え、何ここ？あ？え、何ここ？あ、行けない、奥に。なんだ？ちょっと待って、なんか迷い込んだぞ。うわっ！やばきした！なんだい？ホラーゲームなのか、これは。タイヤ？あ、隣人さんだ。事故したんだ。どうした？泣いてる。過去に事故があったのか。なんか靴があるよ、ここに。ハイヒールみたいな。え、めっちゃ泣いてんだけど。なになになに？そんなことがあったの？俺の手、でかくね？出口だ。夢か？なんだ今の。何今の意味深な感じ。この車で過去に事故ったのか、隣人さんは。なるほど。今も事故ってるけどね、ここで。ここ登れそうだよね、なんか黄色いとこ。ちょっと待ってよ。行けるな、行けるな。あー、なるほどね。なるほどね。わかった。段ボール箱だ。ああいうのハローネイバーでは登れるに入るから。これもらって、これもらって、段ボール積み上げて登る。もうこれハローネイバーの基本中の基本。よし、行くぜ。よいしょ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 。危ね。待てよ。置いて。あ、完璧だね。で、これを置く。オッケー！はい、オッケー！屋根に来れたぞ。だからなんだだからなんだか半端ないな。ちょっと待って、ゴミ袋なぜか持ってんだよね、俺。あ、こっち側かな、うらっ、OK、はいはいはい。こっから入れますよ、中に。おー、2階についに来たぞ。お隣さんも気づいてないな。投げるよ。よし、完璧で、もう一回回収して OK。 2階に侵入開始。でかい花怪しいな。投げたらなんかなるときあるから、こういうの。ほっ、お、やっぱりか、だと思った。もう俺分かってるね、さすが。こっから行けるのか、なるほどね。の前にこのでっかいレバー。なんだ、なに、なんで俺が当たった今、これ俺が当たったのか。おい、待て。え、今隣人さんの声がしたね。ちょっと待てよ。ここは、
開いた扉、隠し扉かな、どっかに繋がってたんだ。これリンさんの昔、可愛くはないかもね、あんまり。だここは開かないんだよね、だと思った。よし、お邪魔します。あ、鍵がある。この鍵ってどうなの、これおもろいな。真横に鍵はあるみたいな。開くでしょ。やっはー、やっはーってなんだ。あれ、開かない。あ、開いたわ、開いた、開いた。嘘だろ、マジで言ってる。ま、いつでも登れるんですけど。あれ、あそこもう直してやる。嘘でしょ、隣人さん仕事が早い。帰ってきたぜ、マジで。負けだわ俺の。帰ってきたぜ。でまずこの隠し扉閉めちゃう。 OK、 これでここは俺のもんだ。でこれちょっとさっき上げちゃったから下げといて、ここは開いてないよね。 OK、 これで俺のもんだ。やってゆっくり探索できるわ。あ、これ相手の動きを遅くできる。隣人さんも遅くなるんですよね、これで。あ、鍵かかってんぞ。これ何、鍵じゃないのこれ。え、鍵かかってるよねこれ。取れないんだけどこの鍵。あ、アイテムがいっぱいだからか。取れた。これはどこの鍵だ、よくわかんないけど。あとめっちゃうるさいな音が。とりあえずここには何もないか。 OK、 隣人さんいるっぽいけど開く、開かない。中はなんだ、ここ入りたいけど。なるほど、一旦ストップだなこれ。なるほど、ここではもうこの鍵をゲットして終わりか。この鍵絶対なくさないようにしよう、この赤い鍵。ヘイ、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、ハローネイバー実況プレイ続きをプレイしていこうと思います。アクト1の続きですね。いきなり元気だな。隣人さん、前回のコメントでね、隣人さんにわざと捕まってるでしょポッキーさんっていうコメントがあったんですけど、そんなわけないから。どんだけ好きなんだよ俺、恋してんのか俺隣人さんに。まあでもあるかもな、こんだけプレイしてんだからな。とりあえず前回この上に上がって、ちょ待てよ、これ上がんのが難しいんだよね。この上に上がってね、あることをしたと思うんですけど、ちょっと待てあれね、あれ上に上がってる状態になってるんですよ前回上げたので。あそこを行くんだと思うんですよ、こう屋根からぴょんって。なのでもう一回上に上がりたいと思います。え、嘘でしょ、バレた、あ、やばいやばいやばい、あ、急いで、ちょっとこれ隣人さん残ってくれ。あー待って、終わった。もうムカつく、八つ当たりだ。ブレーカー落としてやる。 OK、 これでテレビは見れないはずだ。待って待って待って、あ、待って、最悪だ、ブレーカーのせいでバチャ当たった、バチャ当たった、やられる。ちょっと待って、急げ。あー、クソ落ちた、終わった。大好き、ごめん、ブレーカー上げるか、許して、マジでめっちゃ追われるんだけど、ブレーカー下げてから。確認する、確認しに来るんですね、お願い、来ないで。さあ来たぜ、この赤い鍵もいつ使えるのか気になりますね。じゃあ行くよ。これ登れないよね上。あー、ここは無理だね、滑っちゃうわ。ということは絶対もう何それ、もう一回八つ当たりしてやろうか。それくらいムカつくわ今の自分に。うん、隣人さんは何も悪くないよ本当に。さあ帰ってきたぜ、行くぞ、飛ぶぞ、ふえっ。いける、でもいけることは判明した。はっ、オッケー、来たー。ここの部屋に鍵があるっぽいけど、行くよ、よっしゃー、お邪魔しまーす。なんだこの人形、モテる、うわ怖い、めっちゃ怖い。そして他にはなんかあったりするか。相手も何もない感じか。さっきからこれか、うるさいのは。邪魔だ。あれ、あ、テレビか、下の。なんだ、あった鍵、これが秘密の扉へ繋がる鍵ですね。そして何もないか。え、エレキギター、
弾ける？あ、弾ける。待って。あ、待って待って待って、めっちゃうまいじゃねえか少年。まさかエレキギターの才能があったとは。で、あとはなんかあるか。怖っこの絵、何？そして謎のクマ、これはさすがに持てないか。帽子、なるほど。とりあえずじゃあ戻って扉開けてみますか。下の少年がめっちゃエレキギターうまいことが判明したからね、将来バンド決定だな。とりあえずここ開けて、よし。でここへ繋がってるのか。で、ちょっと待ってよ、ここの部屋なんだよ。 OK、 いった、よし。今のうちに開けちゃいましょう。あれ、あ、違う、これじゃない、バカバカバカ。よっしゃ、よーし、行ってきます。今一瞬気づかれたね、最後フッって声聞こえた。ギリギリセーフ。まだ続くのか。おい、なんだここは。うわー、起きちゃった。え、怖くない？どうせ隣人さん来るだけでしょ。とりあえず段ボールを持てるだけ持とう。何これ、何この装置。はいはいはい、こういう隠し扉ね。忍者の僕には余裕だぜ。え、ここで寝てんの？闇深、なんか怪しいなこれ。やっぱりな、そういうことか、裏になんかあるんだ。ここもか、一緒かな、繋がってそう。あー、なるほどね。行ってみるか、バスケットボールだけ持ってこう。お邪魔します。これ持てることできる？持てる。これも持てる。それにしても暗いな。なんだ、ブレーカーか、こんなところまで。下ろしてみる。あー、真っ暗になったね。上げといた方が良さそうだなこれ。暗いのが怖いんで。これはさっきのあの裏側に繋がってて、こっちか、扉開く？開かない。臨時さんいんのかな。オープンザドア。あ、テレビだ。テレビにバスケットボール。何の意味もなかったな。おー、暗、何も見えねえんだけど。どこ行けばいいんだ一体。見たりしないよね。土？なぜ？地下にこんな空間作ったんだぜ。隣人さん相当暇人。一般家庭の地下室とは思えないな。なんだここ。風呂場にこんな土あったら風呂入っても意味ねえだろ。どういうこと？隣人さんは頭がバカなのですか？こっちは開かない。なるほどね、暗くてよく見えないな。それにしてもライトとかないのかな。バッティングマシーン、あれライトじゃね、これライトじゃね。なんだなんだなんだ、マネキン動き出さないよね。ライトゲット、イエー。マネキンさん、マネキンさん、あ、大丈夫っぽい。攻撃しても何もなかった。これ開けれんのか。開いた。あー、ごめんなさいね、悪気はないの。なんかバチバチしてる。あ、出口発見、ここだ。これは、なるほどね、電源これか、繋がってるな。こっち側に行かなきゃいけないのか。バチバチしてるね。これアイテムがいっぱいだな。このでっかい、これいる？持ってきた意味あったこれ。まあいっか、よいしょ。これ一応持ってく、念のためね。で、はいはいはーい、こんなの簡単。なんでここで見てたのか、隣人さん。なぜ地下にこんな空間を作った？こんなのマジ誰でもわかるよ。イエース。で、あー、こっち側に入れそうだけどバチバチなっててダメですね。どうやったらいいんだろう。ちょっととりあえずあたり見渡してみるか。開く？開いた。隣人さんいないのか本当に。テレビうるせえよ。リモコン、リモコンもらって、待てよ、いらないアイテム捨てて、リモコンもらって、あれ、あ、リモコンダメだ、電池入ってないっぽいわ。うるさいなぁ。まあ、いっか。耳
にキーンとくるこの音。あ、でもなんもないっぽい。こんにちは。開いた。土、圧倒的土。もやし育ててんのかな、もしかして。もやしだと日光いらないもんね。なんだ、どんだけこれ好きなのこれ。なんで地下にさこんな風景を見せようと思ったの。誰向け。ここにもライトがある。待って、今臨時さんの声聞こえたな。待て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 、嫌な感じする。いるぞ。待ってよ、これさ俺思ったんだけど、俺が持ってきたさ、これうまく使えばいけそうじゃね。こうやるじゃん、でライトで押してあげる。あ、やばい、ライトどこ行かないで。ライト、ライト、待って、あれ俺のライトがどこ行っちゃった。待って、大丈夫か、俺のライト使ってきて。ライトちゃんもう手放さない、手放さないよ。なんか音がした今、よせか。じゃあこれうまくやったら絶対いけると思うんだよね。うまくこう倒せばいいんだよ。これもらって一個。はっ、あれ全然飛ばない。はっ、うまくなれ。あー、これはちょっと厳しいか、ここは登れないか。あー、ちょ待ってよ、もうちょっと手前だな。いや、こういうことなんだよ、ほんとハローネイバーって。どんだけ強引に進めるか。きたー、これは俺にとって道だだと思ったぜ。え、これもうコンプリートじゃね。これであそこが開くようになったよね。さあ戻る方法を考えましょう。あっ、なるほどね、ちゃんと帰り道を用意してくれてあったわ。これ帰り道だから、みんな安心して。あれ、ここ臨時先来たらちょっと絶望的だな。逃げる場所がねえな。よっつ、やっぱり役に立ったな、この絵持ってきてよかった。じゃあもうあとはこっから出るだけですか。ちょっと探索してないとこ気になるな。でも気になってきてしまった。でもなんもないと思うけどね、多分ね。なんかあったとしても行けたってことは、ゴールまでたどり着けたってこと。あーあーあーあああ、びっくりした、今やばかったね、今やばかったね。え、嘘だろ、戻れるかなあそこまで。忍者さんいる。待て待て、もう震えたんだけど今。大丈夫、合わないはず。あれどっから来たっけ俺。あれこっちか。大丈夫大丈夫大丈夫。よし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 、来れた来れた来れた。忍者さんもいないよね、もう早く行こう。びっくりした、最後の最後になんだ。よし、ということで出口行きましょう。何が待ってんだ。あ、何。おいおい、嘘だろ嘘だろ、なになに。あ、嘘、キーボードが手離してた完全に。逃げるのこれ自分で。行け、なにこの地下室、迷路要素。いや一本道だ。忍者さんやっぱり頭がおかしいのですか。え、いや、ないないない、鍵ない、鍵ないよ、鍵ない。え、無理。え、ロードが入ったってことは、一応クリアか。捕まってよかったのか。お、幕2、アクト2へ来た。これ日本語対応してたんで、日本語にしたら幕2になった。ダサ。まあいいか。え、待って、体ボロボロなんだけど、どうした。足骨折してるし。え、何があったの一体。そしてここはどこ。はい、皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、ハローネイバー実況プレイやっていこうかなって思います。アクト2やっていきましょう。果たしてここはどこなのか、そしてなぜ怪我をしているのか。あ、こっちだよね。え、開かないんだけど。みんな、あ、びっくり、何の音何の音。え、何の音。あ、え、何かが今扉開けてくれた。え、怖い怖い、何今の。なんか出てたよね、下から。なんだ、え、どこ。そしてここはまだ地下なのかな。わーっ、こっち行けないっぽいぞ。こっちか。そしてあの人形、え、しかもみんな取れる、取ることができない、持つことができない。こっちか、なるほどね。それい、行きましょう。どこだ一体ここは。え、
何？え、暗すぎる。あ、でも奥行けないですね。あ、こっちか。なるほどな。やっと出れる。シャバの光が綺麗だ。美味しい空気を吸いて。あ、ここに出るんだ。これあれですね、隣人さんの家の裏側ですね。待てよ、待て待て待て。おい、もうこれ完全にリフォーム完了してるわ。こんなんじゃなかったよね。ちょっと待て、匠も驚くスピード。え、どうしよう。あ、こんなところに双眼鏡が。あ、これで隣人さんのこともよく見えるね。って、ドアホ、よく見てどうすんじゃ。いるか、これ。これいるか、このゲームに。とりあえず、どうすればいいんだ。ここ登って感じか。あ、でもボルトがあって開かないですね。うわ、なんだ、パイプが多いな。あ、こっから水出てきそうだよ。だからどうしたって感じだけど。これ回せそうじゃね。あ、無理だ。ダメですね。回んない。兄さんの音がした、今。まあ、いるんでしょうね。そりゃ。出れそうじゃない、こっから。え、てか、ちょっと待って。プリズンブレイクみたいになってんじゃん。あ、いた。完全に刑務所じゃん、もう。有刺鉄線も貼ってあって。自分の家にも帰れないじゃん。何が起きてんだ。あ、一番最後の鍵、ここだ。赤い鍵。マジで？外へ出ろってこと？うわ、お前引きこもってないで外へ出ろよってことか。で、今隣人さんさ、あ、寝てるわ。さっき外行ったように見えたけど。てか、この橋を登ってみるぜ、ちょっと。すごい寝てますね。あ、ずっと手袋したまま寝るんだ。変なやつ。よいしょ。あそこへ登りたいけど、こっちか。これもなんかあれだね、持ってこなきゃいけないっぽいね。そしたらこう流れるようになるのかな。そのためのはしごか。うわ、対策されてるわ。あ、なんかあるよ、でも。どうやって入んだ？登れないもんね、ここら辺。なるほどね。ということはこっちか。よっ！はいはいはい。出れそうじゃね、これ。こっから出れたらもう意味ないんだけど。でもさ、俺思ったんだけど、ここにさ、ダンボール持ってきてさ、ジャンプしたらこれ出れそうじゃね？めちゃくちゃショートカットになりそうだけど。なんか出れそうな気もするな。あー、落ちた。ここ割っとこう。OK。多分怒ってくると思う。やべ。こっちへ来るか。お邪魔します。お邪魔します。もうあ、こっからスタートなんだ。なるほどね。OK。捕まっちゃったな。若干夕方になったか。もう扉は直ってるね。やべえ、びっくりした今。なんでそんなとこにいんの。え、これやばくね。だってこれ家逃げることできないからね。はしご登っちゃる。あ、捕まった。さっき扉を開ける音が聞こえたけど、隣人さんがどっちにいるかだよね。あ、外歩いてる音する。よし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 。今のうちに、あされあされ、どんどんあされ。はーい、こんにちは。待てよ。ライトー、ライトはもらってくぜ。大切。この奥の部屋怪しくない？けどこれ動かすことできなさそう。あ、開かないよ、てか。こっちは？開いた。まだ外歩いてる音しますね。冷蔵庫拝見。え？これ待て、これはいいんじゃない？バールじゃん。バールっていうか、なんていうのこれ。これでさ、あの、裏のさ、なんていうの、閉まってた、はしご、登れるね。やったじゃん。いいもの見つけた。なんで冷やしてあんの、でも。冷やす意味ある？暑がりなのかな？あれか。多分、使い道ないから、冷やしといて、夜寝るときに抱いて寝るみたいな。そしたら涼しいみたいな。こっちは？バスルームかな、まあ、や、とりあえず外へ出るか。オッケー。で、右の、はしごの、扉開けちゃおう。いいね。いいもの見つけた。これで、開くでしょ？やっぱりな。オッケー！入り放題、荒らし放題。ハッピー。で？お、こんなところに、開いた。
謎の空間すぎない？登ってみるか。よいしょ。あ、俺こういうとこ絶対無理だわ。俺こういうの絶対無理。もう浮いてんもんだって。だいぶ適当な建築してんな。サメがいる。あ、みんなサメがいるわここに。やべえ。でもなんか電気で動いてそうじゃない？今のサメ気のせいかな。ここ隠れられるってことは隣人さん来るってこと？まあいいか、とりあえずこっちは。あ、いた。びっくりした。ただのクマか。至るところにライト置いてあるね。それにしても暖炉、蓄音機、動くか。動きはしない。いや、モテそうですね。あ、モテそうっていうのは男にモテる、女にモテるとかじゃなくて、持ち上げられそうって意味だからね。うん、はい。あそこに扉がある。なるほど。どうにかしてサメをどうにかして奥まで行けと。これ一回入ってみていい？もしかしたら大丈夫な時あるから。待てよ。できる限りサメがこっちに来た時に向こうに飛ぶ感じで行こう。行くよ行くよ行くよ。うらっ、ぶい無理だわ。みんな確信した。なるほど、水を抜けってことかな、もしかして。待て、音がする。やばい、急げ。よし、入って入って。開く？開いた。なにこの部屋。早く早く閉めて。何があった？中に中何がある？あれ一体。どこどこ、なんか来たもう何ここ。イルミナティ、目がある。なんだ何この空間、謎すぎる、怖い。あいつじゃん。何、トロッコに乗んのこれ。おいおい、 VR でこういうやつやったよね俺一回。どうやって乗んの。ちょっと待って、何これ。びっくり系やめてね。レンジさんの家の中か。すんげえアトラクションだ。俺こういうのめっちゃ好き、ディズニーとかでも。声が聞こえるけど後ろ向けないわ。おい、そのまま行くの。これあんま好きじゃないかもな、このアトラクションは。うん、好きなのもあるけど。怖くないのでお願い。もう怖いじゃん怖いじゃん。何、泣き声が聞こえるけど。何この世界観。何の音。おっと、めっちゃ上がるぞこれ。めっちゃ上がってめっちゃ落ちんじゃね。あれ、すごいね。ディズニーさん、これお願いします、ランドに。これは誰だ。少年の体じゃなくね。そんなことないか。よく動力もなしに上がれるな、この上まで。あと、なんで手でストップってやってんだ、これ。このカード、止まらないんだろ。ダメ。なんか申し訳ない。うわー、あんま速くないけど。最悪だった。絶望したわ、今。なるほどね。アイドル聞こえないか。もういるんだよな。ここにいられたらさ、ダメだ。回した、レバー回せた。待て、捕まったけど。あったな、レバー。待てよ、あれと、あれとだよ。ここにはレバーないんだよ。で、ここにはレバーあるんだよ。ってことは、これも動かすのか、やっぱり。ちょっと双眼鏡投げよう。これでもなかなか難しいんだけど、当てんの。いくよ。はいはい。こっから行くのか。なるほど、上からね。上から来た。水の音がする。何やってんのあれ。自分の絵だよ、自分の絵。あ、待って、ライト投げちゃった、バカバカ。自分の家を自分で開けてくれたんだけど、ネイバーさん、ありがたい。水の音がするぞ。これを回すと、あ、パーセント上がってる。ってことはもう一箇所あんのか。あと一箇所くらいだな、絶対。どっかに、どっかにあるんだよ。
レバーのついたこれだ。来たんじゃね。おい、水が噴射してる。ちょっと待って待って、ちょっと待って、ネイバーさん一緒に楽しもう、水浴びして。まあ無理だよね、分かってる、君とは分かり合えないって分かってる。オッケー、これでめちゃくちゃ水が噴射してたのは見たけど、あ、どうなんだ、何、あ、おいしい、おいしい。あ、これか、やったー、ハンドルゲット、ブーンって言って、これを使って、ちょっと待って、やべ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 、急げ、ちょっとネイバーさん、橋を登ってくるから。あ、待って、こんなところも、急いで。で、これをどう使うんだ、あのサメ。これどうやって使うの、これ。え、サメに対して使うんじゃないの、ここに対して。はぁ、待てよ、あいつが向こうへ行った時に、ダメだ、全然ダメだわ。サメがいるときはやめて、まあどっちみち捕まると思うけど。よっ、あ、奇跡、奇跡が起きた。だからあれほどサメじゃなくてセコムにさせろって言ったのに、警備は。ほいで、あ、待て、あ、どうやって回すの、お、あー、これで、いや待てよ、この状態で OK で一旦戻って、なんか別の場所があるんだろうな。よいしょ、ここにもあるんですよ、皆さん、実は。よいしょ。OK。どうだ?つけれるね。あ!出始めたぞ、水が。これで、サメ干上がってくれてるか?ついにやっと。どうだろう?まだわかんないけど。監視カメラバリバリ仕掛けてあったね、今。どうだ、どうだ?干上がっててくれ!行くよ。あはは、やった。俺のもんだ。よーし。よくもやってくれたな。ああ、これだったの、てか自作感やばくね。あ、これだったんだ。ああ、すげえ。これなんか賢い、負けたわ、一本取られたわ。ショベル。何を掘るんだ一体。これこっちは。開いた。あー、ここに繋がってんだ。おい、新たなエリア行けそうだぞ、やっと。鍵、あ、ここは開けとこう。オッケー、これで自由に出入り完了になったね、ここの部屋に。よし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 。じゃあ、下降りてみるか、一回。怖いけど。大丈夫、俺にはスコップがある。行きまーす。行きまーす。あ、待って。またギターがある。どこだ、ここ。え?家がある。鍵、ここにも鍵が必要なんだ。んー、紙飛行機、そして。とりあえずこれ。あ、持ち物いっぱいだ。いるのかな、ハンドル。ハンドル捨てようか。いらない気もしてきた。もう。またいたら、またここまで取りに来ればいい。開けて。どこ?ここどこ?え、初めて来たね。ライトがあるけど。開かない。謎の部屋また。結構広いな、まだ。あ、待って。これ。あの、アクト1の時にあった部屋に似てない?気のせい?こっちは上がった、何?何やんの?あれ?上がれた。なんだ、あの部屋。どうやって入んの?開かない気がするな、あそこは。何?え、あそこに罠仕掛けてある。来たの、ここまで。マジっすか。マジっすか、隣人さん。やだやだやだ。今のは無理だろ今のは無理だろってかね、俺ね、シャベルの使い道分かってるんだ。分かってるんだっていうか、絶対ここだろっていう場所、ここ。怪しくない?もう明らかに。掘れるでしょ、ここ。一目見た時から俺ここだと思ってた。やっぱりな。やっぱりな。何?なんか盛り上がってきたけど。なんかおかしくね?おーい、人埋まってないよな、まさか。あれ、開かない。あれ?あれ、開かない。あれ?開いた。なんだ?え、謎の鍵。わかった。さっきのとこだ。あの、シルバニアファミリーだ。もうそこしか鍵かかってるとこないもんだって。さあ来た。オープン。
やっぱりかー。なんだこれ。え？トイレ。あ、この機械下にあったよ。は？え、なにこれ。何かがあるわけでもなくない？え、扉触ることできる？開いた。まさか扉を開けたらこの家の扉が開くとか。来ないで。あ、何やってんの。あれちょっと、あれどうしよう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 どうしたらいいの。もう無理じゃん、もう無理じゃん。さっき扉開かなかったとこもここ開けたら開くようになってたし。ってことはトイレ、トイレに何かあるな。よし、隣人さんが向こう行った隙に行くよ。よし行こう。トイレに絶対なんかあるはず。まず監視カメラ。なんだなんだこいつ。もらってくぞ。一応もらった。なんか座ってた。なんだ今の。おもちゃ、おもちゃみたいなの拾った。なにこれ。あ、待って、手になんかすごいいいものを持ってらっしゃる。これを、これをまたドールハウスに持っていくのか。ここで、あ、座ったぞ。あれ、なんだ、なんだこれ。待って、ソファーにも座らすことできる。あ、できないわ。こっちだけだな。ちょっと待てよ。でもう一回トイレに行くのか、もしかして。やーべえ、わかんねえ。待て待て、追われてるけど。ああ、でかくなってる。なんだこいつ。あ、もらえた、やった。どういうシステム。あのドールハウスに置いたら大きくなってくんの。おい、ドラえもんの世界じゃないかマジで。見たぞ俺ドラえもんの世界で、なんとかトンネルとか言って。これで、これでなんだ。待って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 、あー、これクリアじゃね。ちょ待って待って、あ、暗くて何も見えないんだけど。ここに来て夜なのが一番俺を苦しめる。あと2つ来たんじゃね。あ、やった、やったか。あ、あ、なんだこの視点、なやこの視点。もうちょっといい視点あっただろう。あ、あ、嘘でしょ。何、覚えとけよみたいな感じか。怖ーい、なんだ今の終わり方。でも一応家には帰れた。あ、終わった。ということで皆さん、アクト2ボリューム満点すぎるでしょう。だいぶ頑張ったけど、なんとかクリアできました。ということで次回、アクト3、マク3でお会いしましょう。あ、待って、え、あれ、マク3って出ないな。あれ、え、夢だったのか。町に住んでますね。あれ、よく見ても町だな。え、なに、どういうこと。あ、普通だ、冷蔵庫の中も。あれ、アクト3じゃないのこれ。飛び降りてみる？あ、開かないわ。窓ガラスも割れないようになってるわ。開かないぞ。え？なんだ？テレビか？テレビっぽい？なんだ？ノックの音が聞こえた。あ！なにこの手紙！これでもデモであったよね、手紙もらう流れ。そこに繋がってくるのか。ああ、もうだいぶおっさんになってる。嘘でしょ、老けたな。何年くらい経った、30年くらい経ったのかな。なるほど、それで準備をしてアクト3へと向かうわけか。いや、それ持っていく普通。まあいいけど。おー、これで、
なるほど。なんかこっから始まりって感じするよね。今まではなんかプロローグ的なね。皆さん次回から本番の始まりです。ハローネイバー、次回アクト3の続きから実況プレイしていこうと思います。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してってね。なんかボコボコじゃない？立てかけ中ってこと？ではポッキーでした。バイバイ。ちょうどだったね。まだ立ててる途中だったわ。うん。でもなんかここで終わんのもなんかあれじゃない？あれ？電話かかってきてるな。出た方がいい。でも緑色の鍵ないんだけど俺。持ってないよね。緑色の鍵はどこ？トランクの中か？あったあったあった。鍵だけ入れてくんな。おいおい、まだまだ続くの？ちょっと待って、俺もう最後の挨拶しちゃったんだけど。え？何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 ？はっ！って何？え、電話に出るよ？嘘でしょ。なんだなんだなんだ。なんかいるぞ外に。来た、マックス3。叫び声から始まったけど、わーお。ということで次回やっていきます。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。ハローネイバーマックス3やっていこうと思います。あいつは一体何と戦ってんだ、アネイバー。え、こっから始まるんだ、こわ。はいはいはい、もうこれ完全に一人暮らしを始めてるって感じですね。これでここに繋がってくるんだね。とりあえずこんにちは。夜はやだな。うーわ、でっか。行きましょうか。まずライト取らないとね。とりあえず、周りから見ていくか。入れそうなところ。で、今までの経験からいくと、そのベータ版と同じようなことも結構多いから、同じようにやっていけばいいんだろうけど、ちょっと待って、変わってんな。こんなとこにはしごがあるベータ版初めて見たな。びっくりした！車か！めっちゃ速いスピードで隣人さん来たと思ったけど。とりあえず、落としてみるか。落として、多分ブレーカー確認しに来るから、それで、出てきたところを俺が入っていく。作戦。あ、確認しに来た。こっち来た？あれ？どこ入ってったね、また。あれ？想像と違う。はいはいはい。あー、これスイッチあるね。このスイッチを開けると、確か、はしごへの道が繋がるはず。ちょ、待てよ。乗って、行くよ。一発当てるよ。せーの。外しましたね。行くぜい。お！来たー！完璧。よし。あとはこの中に侵入するだけだけど、ここを割って、俺もう結構ね、頭を使うようになってきたよ。これで隣人さんをおびき寄せる。あれ？来てくれないね。寝てんのかな？今回の隣人さんなかなか、来てくれない。あ、でも罠しかけてある、こんなとこに。よし、まあ引っかからないけどね。え、怖っ。あっ、あっ、マジか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 、ギリ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 、あぶねえ逆になんで諦めたんだろう、あそこで。それが気になるわ。お、双眼鏡。
いいアイテムじゃないかな。あー投げちゃった。いいアイテムすぎて投げちゃった。いるでしょ絶対に。あれ右曲がったとこに勢いで行ってみるか。あもう来てる、もう来てる、もう来てる。あーもう来てる、あーもう来てる、あーもう最悪。まあいいでしょう、明るい方が見やすい。よし、前の扉開いてる。おっと、なるほど、入っていったな。くっそー、中の様子が見えねえ。おっと、まだそこにいたのか。右に曲がってかれるとまずいな。どうしましょうか。あ、そこにいるんだ。よしよし、あえてここから、よっしゃ、お邪魔します。はしご登ります。よし、いいぞ。人間さん、ここまで上がってくるのかな。オッケーオッケー、ここら辺でもベータと一緒だね。オッケーオッケー、あいたいた。ちょ、これ一旦置いといて。あー、これ電車が走るんですけど、なんか確か操作しないと走れないんだよね。で、この上はどうなってる？あー、また水浸しパターン？サメはいない？オッケー、サメはいないか。開かなさそう。なるほど。また凍らせたりすんのかな、ここ。目覚まし時計、いらない。iPhone で十分だ。これは、下かな？こっちの上もあるっぽいけど、まず下行ってみよう。怪しい。取ったりできる？できないか。怪しいな。小熊。はい、これ設計ミスね。うん。完全なる設計ミス。なんかこれに火を燃やしたら、なんか作動するとかありそうだな。そういうわけではないのかな。こっちは？あ、開いた。あぶな！待てよ。よいしょ。これ前行ける？ああ、行けない。落ちてた？あ、よかったよかった。よし。なるほどね。うわ、行き止まりか。こっち行くしかないな。いや、下もあんのか。どこ行こう？下降りてみるか。よっ！あ、怖い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 。あぶねえ。おっと、こんなところに？怪しいな。はしごに登ってみるか、ちょっと。ここ確か開かないんだけど、なんか無理やりやってたら開くんだよね、確か。こうやって、パカパカしてたら。ガラケーみたいな。パカパカ携帯みたいなしてたら、確か開いた気がするんだけど。これ確か取れるんだよね。ほら。こうやってやっていけば。まあ、これほぼね、ほぼもうバグのようなものなんだけどね。良い子のみんなは真似しないでね、この技。オッケー、開いたー。この強引さ。時には強引なことも大切だから。これいけるでしょ？あれ？詰まるな。頑張れ。いける。お前ならいける。少年。オッケー、来たー！通れたー。だいぶ強引だけど、こっち側に来ることができました。皆さんありがとうございます。じゃ、ライトと、双眼鏡、もう双眼鏡いらねえな。段ボール少々持っていきましょう。よし、これで完璧だ。で、ここの部屋は何があるんだ、一体。なんかね、こういう線とかってあるじゃないですか。こういうのって結構大切で、何かで繋がってたりするんですよ。なに、これ何これ。謎だな。なんもないのか、とりあえず。え、ちょっと待って。この絵さ、ここじゃない？やっぱそうだよ。なんか集めてくるんじゃない？エレキギターとかさ、ライトとか、スケボーあるしさ、帽子とかも集めてくるんじゃない？どっかから。ありそう。まあでも今はいいか、一旦。覚えといて。あー、これは開かない感じか。開かないね。向こう側にスイッチがあるのかな？なんだ？まだ早かったな、俺にはちょっと。とりあえずまず電車を動かさないと始まんないから、こっち降りて、あ、これじゃね？こ
これ電車のスイッチじゃね？どうやって開くの？これか。お、開いた。あれが動き出すはず。おー、いいね。あ、ここ開かないんだ。なるほど。じゃあもう落ちろと下に。待って、隣人さんの音するよね、足音。大丈夫か、落ちて大丈夫か、ほんとに。あ、待てよ。 OK、 大丈夫そう。よし、ただいま。これでとりあえず電車動いた。もう一回上がりましょう。でも、え、嘘でしょ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 。どっから、もう BGM だけ鳴らして怖がらすのやめて。どっから、え、あ、びっくりした。今隣人さんかと思ったら、なんだよ、焦るわ。平和じゃねえか、なかなか。あ、こんなとこに罠。やべやべ、急げ。バレたか、来てる？オッケー、来てない。よっしゃー、はしご普通に登ってくるからね。やばい、あぶねえ。電車にさえ引かれなければ大丈夫。よしよしよし、オッケー。ここはなんかあったっけな。確かここ出てもなんもないんだよね。で、この草木がすごい邪魔で、奥になんか部屋があるんだけど、草木が邪魔で、ちょっといまいちよくわかんないっていう状況かな。で、で、うわ、なんかあるなぁ。あそこにも。よいしょ、これ電車来そうで怖い。あ、来た、電車来た、やばい、これやばいな。早く行かないと引かれちゃうわ。待て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 。一旦こっち行ってみるか。よっ、オッケー。レコード何なんだろうね、これ。あっ、なんか聞くことできる。なんだこれ。使い道がわからないけど。とりあえず持っていきます。あ、こんなところにもあんの、ブレーカー。って思ったら開かないわ。待て、アイテムがいっぱいだ。待てよ。よいしょ。取って。あー、これ夜じゃないと開かない。夜じゃないと開かない部屋だ、これ。また夜に来ないといけないわ。これめんどくさいね。おー、謎の長さ。これ何のためにこれ。どういう趣味？隣人さんの。キリンでも飼うつもりだったのかな？こっちは？この部屋もなんだっけな。でもなんか懐かしいね。こういうところ。あ？傘！皆さん、実はですね、ハローネイバー、傘がとっても重要なアイテムなんですよ。まあ、なぜかっていうのは、後々わかります。はい。こっちは？なんだっけ、これ。そうだよね。え？え？どっから？え？今投げつけられたよね。どっからだ？来てないよね。怖っ。あれなんか絶対重要なアイテムだよね。あれを持つとなんか神とかになれそうなんだけど、取り方がいまいちわかんないんだよね。何ですかここは一体。俺のことを監視してたの？あー、これか。イエー俺の勝ちだ。よし、こんなことしても何の意味もない。ちょっと待って待って、どっから投げらつけられた俺今、トマト。意味わかんないんだけど、たまに投げつけられるの。開かないとこ多いね。見てみる。椅子で止めてある。これも降りるしかないな。これでも隣人さんの住むとこだよね。気をつけよう。え、なになになに、音楽だけやけに開けといて。来てないよね。 BGM やばくね。どこにいんの一体。あとこれなんで冷蔵庫にこれ線が繋がってんのこれ。カードキーがある。マジで今回最後カードキーになる。うわ、最後カードキーだ。なるほどね。え、なんか、BGM 聞こえるけど隣人さんの姿が見えない。これはまさか、どっかに隣人さんが詰まってるパターンではないですか？まさかですか？いないもんね、だって。でさ、ちょっと待ってみんな。なんかさ、どれかさ、
ちょっと待ってね、どれかね、動かしたらね、確かね、秘密の扉が開くみたいなシステムがあった気がするんだよね。どれだっけ。もう忘れちゃったな。なんかね、あったんだよベータで。あれ、リンゴだったっけな。リンさん来ないでね。あ、これか、開いたぞ。よし、どんどん進んでいくからね俺は。ここは開いた。屋根裏に行けるんだ。ここか、ここに繋がってくるんだ。なるほど。で、おお、椅子が暴れだしたな。こっちは、はいはい、謎の部屋来た。あー、なんか入れる、開かない。すっごいのどか。いいね。でもなんもないね。リンさん来そうで怖いから。そうで、謎のこれね、これ謎のボタン、これ、うーん、これ一回も解いたことないしね、これに限っては。これも謎、ここも。これあのさっき長いって言った場所か。てかで、開かない。そして銃禁止の場所ね。これも意味不明なんだよな。誰と通信できるんだこれ。誰かと。赤い鍵、マジで赤い鍵、どこで繋がってる。こっちの部屋か。開く、開いた。あ、これだ、このレバーだ。もう動かせそうだけどね、頑張ったら。これレバーダメなのかな。そして行き止まり。何、おい、リンジさん近い。待て待て待て。あ、もう謎が多いっていうか広すぎない？なんだこれ。あ、本じゃん。あー、熱い。あ、これだ。一番最後に、カードキー入れてからこれでネジを取るんだ。こんなとこにあった。多分今熱いから持てない状態なんだよ。多分ね、時間が経っても冷めると思う、あれは。で、あれはあいつこう置いておくとして、忘れないとこ。なんでこんないっぱいあんの？バスケットボール。え？リンジさん来てないよね。これ。あー、無理だよね。なんかいけそうじゃない？でも。ちょっと待ってよ。あ、あー、やばい！返して！あ、あー！え？え？奇跡起きたぞ今。待って、まさか。わお！ちょっと。またバグで一つ解いてしまった気がするけど、俺一生ついてくわこのライトに。皆さん、なんと赤い鍵ゲット。こんな方法で果たしていいんでしょうか。でも取れたものは取れたものだから いいんでしょうね。そうだよね。で、この赤い鍵どこに使うんですか。使い道がわからないんだけど。最後のとこはだってあれ、赤い鍵じゃなかったもんね。赤い鍵どこで使うんだろう。ちょ、待って。今んところまだわかんないから、ここに置いとくわ。見つけるまで。俺、なくすんだよね。あ、危ね。今余計なくしかけた。ちょっと ここにちゃんと置いとこう。オッケー。これでいい。また見つけたらここを取りに行きましょう。さあ、無事2回ほど捕まって夜になったので、まあ、無事じゃないんだけどね。捕まってる時点で。とりあえず、さっきのあの月の部屋に向かいたいと思います。よし。で、またね、多分、あん中に、月じゃなくて太陽の部屋もあると思うんで、もう一回昼にしなきゃいけないんだよね。まあいいや、とりあえず向かおう。さあ、来た。ここが開くはず。オープン。で、これ開けといて、太陽なんだよね。これ開けといたらもう、勝手にさ、死んでも、開いてるってことでいいんだよね。オッケー。まあ、これでもう閉まってたら最悪ですね。一生は俺は開けれないから。一旦落ちて死ぬか。おい、開いてないぞ。なんで？開かないじゃんね。これ止めとかなきゃいけないのかな？やっぱ夜のうちに。なんか、物とかで。どうしたらいいんだろう。なんかあるんだよね、あとここに。これ、あのね、ここに行くのが難しいんだよ、また。そして。
こういう時にね、パラソルの出番なんですよ。皆さん、こうやって、こうやって使えるんですよね。なんだ？あ？水出そう？お！バルブ取れたな。あれ使いそうだね、また。で、なんだこの水。ここに立つとなんか、ちょっとやばいな。そして謎の車。いや、これはさすがに使わないか。で、こっちは？なにこの部屋。ちょっと待って。これライト。あ、開いてたわ、ここ。なんだ。なにこの部屋。なんだ？このバッティングマシーンのせいで、なんかこのレバーが、ついたり消えたりしてんのか、もしかして。オンになってないね、全部。全部多分緑にすればいいんじゃない？どうすんだ？ん？ここに立てばいい？体を張るスタイルか？これもしかして。芸人魂みたいな？こっちは何？開かない。え？鍵穴が見えない。え？そんなの初めて見たんだけど。そしてエスカレーターあるけど通れないと。何すんだろうこれ。やべえ、わかんねえな。水あげたりすんのかな。で、この草木をなんか生やしてあげるみたいな。そういえばこの下行ってないね。ここ行ってなくない？お邪魔します。なんだ、ケーキパーティーか。ハッピーバースデーって書いてあるもんね。え？なんか違うくない？綴り。気にしないでおこう。あー、やっぱりここに置いといたら物を、夜が終わっても開いてるんだ。なるほど、結構やっぱ強引なゲームだこれ。これでここもイエーズ。初めて来た。あ、ご褒美のケーキがある。何なんでしょうね、このケーキ。いっぱいところどころにあるけど。で、何が待ってるって言うんだ、一体。あー、なんだこれ。これどこへ繋がってる？あ、これさっき閉まった場所か。なるほど。え、何？潜水艦に憧れたの？もしかして。どういうこと？船ってこと？お、謎。謎の部屋。入ります。開いた。待って。ここにギターがあるってことだよ。弾けるってことはだよ。やっぱりさ、ちょ待って、こっちの部屋のさ、あの絵あったじゃん。これ。やっぱそうだよ。ギターある、スケボーある、ライトもある。あとこの帽子？帽子とクッション？クッションもあるね。帽子はないか。これをさ、配置通りに置くんじゃないの？やっぱり。一緒だよ、絵と。ここ。明らか怪しいもんね、これ。置いてみるか。おい、ちょいちょいちょい、来た。暴れないで来た。そんなに暴れないで。そんな嬉しかったの？ここに置かれるのが。ちょ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 、暴れた暴れた。で、スケボーもここに置く。ちょっと待てよ。置く。あ、ちょっと、ずれてんな。これ気になるよね。で、あと、ライト。俺の持ってるライトを、上に置いて、でだよ。あと、帽子がないんだよね。ネイバーさん、帽子の場所、あ、あったわ、普通に。帽子を、ここに置く？あ、待って、ずれた。ほい。何が起きたんでしょうか、果たしてこれで。線どこで繋がってんだ？それはまず確認しなかった。ずーっと行って、ん？こっち？これに繋がってるっぽいぞ。え？でも何も起きてなくない？あれ？待ってよ待ってよ。あ、待ってみんな！なんか配置うまいこと変えたらさ、開いたんだけどあそこ。え、やっぱそうだよ。正解だったんだよこれで。で、ちょ待ってよ。どうやってそこに行くんだっていう。はっ！あー難しい！あー！ちょっと。悔しい。こっからだったらいけるでしょう。まあ、落ちるだけが。よいしょ。で、オッケー！着いた！これなんだ？ん？止めていいのか。何が起きたんだろうこれ。どこへ繋がってんだ？
紐伝って行ってみるか。下へ降りてるね。ずーっと行って、ここ伝って行って。え、家の中？あ、隣人さんいるかな。あ、まさかこれ。ちょ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 。冷蔵庫ってことか。あ、待って、氷溶けてない？そういうことか。この氷を溶かすってことか。ちょ、待って、でもさ、みんな、俺思ったんだけどさ、カードキー手に入ったじゃん。で、このボルトを取るやつも手に入ったじゃん。おい、みんな、もうクリアあるぞ、これ。もうクリアできそうだぞ。さあ、エルサ、氷を溶かすのよ。アンナ、私できない。そんな感じです、今。多分。さあ、早く溶けろ。さあ、早く溶ける。あ、余計冷める。ダメだ。よし。で、俺の体温の方があったかいから絶対。もう取れそうか？あ、もどかしい。早く取りたい。急いでもダメ。溶けるのを待つのよ。オッケー。いいねー。これで？はい、たーよっしゃ。カードキーは置いときましょう。で、俺がさっき捨てた、あれ取りに行こう。こんなところで出会うとは。最悪だ。待て待て待て、もう。でも冷静に考えたらこの上とかも行ってないんだよね。ここ開かないしね、しかも。どうしたらいいんだろう。これなんかさ、電車の上からポンって上がれそうだけどね。あとそういえばここも行ってねえな、俺。ちょ、ここ行ってみるか。てか。ここ何があったっけ？よいしょ。段ボール1個もらって。ここに置いて。うら！突撃！よっしゃ。だいぶ強引。なんだっけ、ここ。待てよ。あー、そうだ、磁石だ、これ。なんかかませるんだよね、確か上に。ははっ。もう浮いてんぞ、緑の鍵が。もう取れないんだよね、多分。なんか上に風車みたいなのがあって、それを止めないと確かダメなんだよ。緑の鍵も必要になってくるのかな。なるほどね。ってことはこれ上にも上がるな、絶対。オッケーオッケー。一旦それは覚えとこう。ここの下だよね。あ、冷めてんじゃん。ちょっと待って、みんな。おい、これもうクリアあるぞ、マジで。あとだって帰ればいいだけでしょ。まあ多分そんな簡単じゃ絶対ないんだろうけど、行ってないとこいっぱいあるからね。多分簡単にはクリアできないんだろうけど、とりあえず部屋の中には入れるはず。ちょ、待て待て。待て待て待て、あれどこだっけ？こっちじゃないな。僕がずっと入りたかったあの部屋には入れるはず。一応ね。そっからどうなるかは、わからない。あなた次第。いや、俺次第か。待てよ。とりあえず開けましょう。おいおいおい、みんな。やったな。ついに行けるぞ。あ、待って。何この木。邪魔だよ。早くやりたいんだ、俺は。まるでゲームソフトのパッケージのようだ。いきまーす。さあ、入った。何が待ってる？お、またここか。うわ、アイテム何も持ってこれてないわ。え、水が溢れ出してるよ。同じじゃないこれ。ここ開けたらさ、同じなんだけど。あ、おいしいおいしい。よし、若干ソーダっぽかった味が。同じじゃん。でも、布団ないな。あれ？壊せるアイテムない。あ、いけんのか。暗すぎる。ブレーカー落としたら死ぬよね。あ、ダメだダメだ。同じだぞ、これ。テレビも映ってない。ホラーパート始まりました、皆さんまた。荒れてんな、それにしても。開かないな。だいぶ荒れてる。なんだ？なんだ？え？なんかいるなんかいるなんかいる。なに？あ！なに？なんか捕まった。あ、みんな固まった。ちょっと怖いんだけど、この目みたいな。あれ？あ？待てよ、なんだあいつ。ちょっと待って、なんだ今の。お化け？なんかいる、なんかいる、なんかいる。え？
まだ行けないってことかな、やっぱり。え、今の無理じゃない？こっちしかちなみに進めないからね。あいつでもう一回捕まるならまだ無理な気がするんだけど、俺だけかな。あ、いや無理だわ、まだ早いんだよ多分、ここ絶対行けないもん。ってことは、なんか二段ジャンプとか前あったんですよ、ベータ版の時に。でまだ行ってない部屋もいっぱいあるから、多分そこでスキルとかを身につけるんだと思う。悔しいけど一旦戻りましょう。ということで皆さん帰ってきました、こちらに。なんかこっちの方が落ち着くわやっぱり。リンジさん一緒に手つないであの扉の中入んない？どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、ハローネイバーリンジさんとの対決やっていこうかなって思います。で前回解けなかった謎なんですけど、この蓄音機、おっと、扱い大切にして。この蓄音機すごいアイテムらしくて、なんか音楽鳴るじゃないですか。そうすると草木が生えたり、あともう一つの音色の、蓄音機もこの家のどこかにあるらしくて、それは草木をね、枯らすことができるらしいんですよ。なんだこのアイテム。すごすぎるでしょ。本当に、僕はびっくりしました。で、このアイテムを使って、まあ謎を解いていけっていうことらしいです。さ、うわ、マジか。みんなは、隣人さんから華麗に逃げている僕か、隣人さんに追われている僕、どっちが好きだい？生やす蓄音機の実力をちょっと見たいと思うので、前回も行った場所なんですけど、よいしょ。え、まだ追われてる音すんの？そうでしょ。さすがにここまで追ってきてないでしょ。いや、来れないはず、隣人さん。隣人さんが来れない隣人さんの家ってどういうことって感じだけど。ここ、よっしゃ。これね、ここでちょっと使ってみたいと思います。せーの、いくよ。はい。おお、すげえ。すごいわ、このアイテム。あー、リンゴが取れる。いつでも取れるぞ、リンゴが。農家大喜びなんだけど。で、これをスイッチ全部オンにすると、ある場所のあるものがあることになるそうです。うん、あんま詳しくない、分かってないってことです。つまり、どうしましょうね。おい、今の絶対受けれねえだろ。まあ、いっか。こっちだ、こっちの奥だ。開いてるー、地球儀ゲット。何なのこれ。何なのこの地球儀って思いますでしょ。で、この地球儀がね、どうやら素晴らしいアイテムらしくて、あそこに蓄音機がもう一個あるんですよ。で、あの蓄音機が、その草木を枯らす蓄音機らしくて、あれがどうしても欲しいんですけど、でね、この地球が役に立ってくるらしいです。なんかね、この地球を凍らせることによって、あそこの水も凍るらしいです。意味わかんないでしょ？うん、言ってる俺も意味わかんない。とりあえず、凍らしに行くか。自分の家に冷蔵庫があると思うんで、そこまで行きます。この冷蔵庫に入れておく。OK。これでいいのかな？すぐには凍んないよね、さすがに。これだけでいいらしいです。じゃあ他のとこへちょっと見に行きましょう。で、最後の、部屋を突破するには3つの特殊能力が必要らしくて、それを今から1つずつゲットしていきたいと思います。で、1つの特殊能力っていうのがここの部屋にあるらしいので、入りたいと思います。これね、こっからね、ボールを投げれば。よっしゃー、着いた。では入りたいと思います。ちょっと顔に当たったな、今。入りたいと思います。あ、なんだこれ。しゃがむ？しゃがむと、バレないよ、みたいな感じから、もしかして。なんだこれ、一体。どういうことですか？とんでもない空間があるんですね、この世界には。あ、びっくりした、何？あ、このゲーム内の音か。なんか宅配便来たのかと思った、今。ピーンって。何？なんか敵とかいんのかな、もしかして。なんだお店ってことか、ここに詰めていけってこと。あ、でも何もいないな、誰もいない。あ、なんか奥から来たぞ。待て待て待て、マネキンだな。え、やばい、やばくね、やばくね、え、怖っ。あ、捕まった。え、今のダメなの？しゃがんでたけど、ちゃんとダメなんだ。え、待って待って、何をしたらいいんだ。で、あいつらと同じものを
入れろってことか。なんやその動き、なんやその動き、こわっ。オッケー、待て待て、隠れ隠れ、あぶねえ。ちょっと待って、何入れてる、あの緑色のやつなんだ。あ、あれだ。ちょっと一旦もらってくよ、ゲット。オッケー、で、あと何入れてる。てか俺のカートどこ行った。あれ、俺のカートを見失ったんだけど大丈夫かな。これあったあったあった、これだこれだ。でカートがさ、線路の上ってどういうこと。自由に買い物できないのここは。怖いな、一旦入れますよ。あ、まだ落ち着け、ちょっと行くよ。はっ、入んないし。はっ、はい、はやばい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 、バレるバレる、あぶね。押してかないで、俺のやつ今当たったでしょ。やばいやばいやばい、めっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってる。こいつは何も入れてないんだけど、買い物下手くそか。てかやばくね、あれ。どんだけ積み上げてあんの。ちょ待てよ待てよ、オッケー、これで多分全商品だと思う。あとは押していくだけ。よし、ゆっくり押していこう。これでお会計だ。多分これでいいはずなんだけど、取り忘れあったら死ぬ感じかな。なんだ、あれ、レジどこだ。これレジまで繋がってんだろうね、本当にちゃんと。このまま出てたら万引きとか なんないでよ。あ、レジっぽい。あ、どうしたらいいの。お、え、なに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 、見てんの。え、どうしたらいいの。あ、止められた。あ、確認する。あ、一個丸ついた。はいはいはい、あと二つ。はい、やったー、成功か。うん、レジまでマネキンだ。あ、もうこれ出ていいのか。よかったー、お買い物成功だ。みんなこれでステルス機能がゲットできたっぽいね。よし、いや結構難しかったんだけど。よし、帰ってきた。これでここでしゃがむとステルス機能だ。なるほど。ではそろそろ多分冷蔵庫のあの地球が凍ってるはずなんで、それを見に行きましょうか。おお、カッチコチだね。でこれなんか時間制限あるらしくて、素早く行かないとやべえぜお前みたいな感じらしいんで、ちょっと素早く行こうかなって思うんですけど、ちょっと待てよ。あ、引っかかった、もう時間ロス。もう手に持ってる間冷たい、やべえ、最悪や。着いた、ここだ。ここに置くらしいんだよ、氷のこれを。これによって同じ地図があったでしょ、向こうにも。で、いいらしいんだけど、素早く戻って、またあのはしごを登って、あそこまで行かなきゃいけないんだけど、結構泣いて、うでぶりー、終わったわ。いや、監視カメラつけすぎやろ。同じ映像しか表示されとらんやろ、こんなつけても。はい、置いちゃうよ。はい、スピード勝負だから。はい、線路が大切。よし。待てよ待てよ待てよ。あと、隣人さんに捕まらなければ OK。登っちゃいます。いいんじゃないか？だいぶ最速タイム出てる気がする。凍っててくれ、まだ。頼む。なんか突っかえた。待てよ。なんだこれ。よいしょ。で、凍ってる？凍ってる？凍ってねえじゃーん。ん？何が起きた？水の中？おい、みんなやばい。え？みんな、街全体が水になった。いや、もう強引に登ろうと思ってたんだけどさ。え？隣人さん、街が水没したぜ。普通に捕まんのかな。え、超迷惑なんだけど。え？え？捕まってみるか一回。どうなる？あー、戻ったわ。びっくりした。何今のバグ。えんちゃう？えんちゃうの？やったー！来れた！で？待てよ。は、オッケー。取れるか？取れるか？やったー！ゲットしたー！うわー、めっちゃ大変だった。どんだけ積み上げたと思ってんねん、ほんとに。ここだ。ここで本領発揮できるはず。置きましょう。いきますよ。え？この BGM なんだ。
枯れてってる。隣人さんのこの BGM 聞かせると草木が枯れるってなんかちょっと怖いんだけど。やった。いやーでも俺の心も枯れるわ本当に。中入りましょうか。オープン。あ、どこ？え、何？え、この部屋もう行ったよね俺。潜水艦みたいなって言って。これだけ？え？え、ここ何なの一体？ここじゃないな、使うポイント。ここじゃないということはですよ。この上、なんか前回、あ、落ちた。やべ、落ちた。死んだ。僕が来たかったのはここなんですけど、この上、上がれるようになってるんですよ。で、はしごもあるし、ちょっと上に登ってみたいと思います。一回ベータ版でもね、登ったことあったんですけど、あ、いけそう。ちょっと待てよ。いけそう。いけそう。いくよ。はっ！あ、来た！やった！やったー！上まで来れたー！で、ちょっと待てよ。こん中に、知ってる知ってる、あるの見た？これで、開く？開くか、ここ。あれ？開かないの？あ、いや、でもどっちみちあれか。回って来ればいいだけか。これをゲットしとけば、ここの、はしごが、開くわけですよ。やったー！よし。で、これで落ちても大丈夫。あ、ここにも生えてんだ。なるほど。じゃあこれもカラスってわけね。僕の持っている伝説のここの蓄音機で。さあ、お前たち、この音が嫌いか？あ、ここか？ここが嫌いなのか？歌ってやろうか？この歌を。歌なんてないのかもしれないけど。で、これ懐かしいね、なんか。結構昔のネイバーに、あれ、襲われる時の音だよね。最近こんな音じゃない気がする。ビルすげえ。いかんじゃない？そうで、ここに、物を入れれば、歯車が止まって、上のね、風車が止まるんですよ。よし。じゃあ入れましょうか。って言っても入れるものもない。入れるものがない。これ登れんの？上まで。あ、登れそう。入れるものがない場合はどうしたらいいですか？一体。うわ、綺麗。うわ、なんかあるよ、あそこに。こういう街とかもね、行けるようになったらいいんだけど。あ、このとこにもいたの？こういうの挟まるかな？一応持ってくか。すげえなー、マジで。頂点取ったぞ。街にも行きたいな。ハローネイバー、ビルバージョンとか面白そうじゃない？マンションバージョンとか。面白そう。とりあえず降りて、お、すごいとこに乗ったな、これ。死なないでね。よかった。行きまーす。あ、待て。行きまーす。あ、待て。お、来た！しゃー、止めたー。オッケー、これで、風車が止まりましたね。これで、緑色の鍵をゲットできます。よーし。無効化されていて、緑の鍵をゲットしまーす。よーし。では、行きましょう。緑の鍵はね、確か下のところだったかな。さあ、この奥ですね、緑の鍵。待って、追われてる、追われてる、追われてる。早くして、早くして、早くして。捕まった？では、行きましょう。お邪魔しまーす。さあさあさあ。ここが何の特殊能力だろう？二つ目。結構かかってんな、ここまでも。あ、なんだっけこれ。あ、待って待って。隠れるパターンか、これ。すげえ苦手なやつっていうか、俺一回もクリアしたことないやつだ、これ。ここもしかしてステルス使える？あ、使えないわ。ステルス使えないってことは、右の親指にある乳首を自慢できないってことだ。皆さん、こいつね、右の親指に乳首あるんですよねって、どうでもいいか。チャイム鳴ってる時チャンスだよ、これ多分。隠れよ、いった。あー、チャイム中は、なんか、止まってる？その間に行くのか。なるほど。今だ。今のうちに行くよ。次はどこに隠れられる場所があるの？なんだ今の、なんだ今の、なにこいつ！前から来てる。頑張って逃げる。捕まる。このゲーム、まあ、運ゲー。ほんまに。ほんまに。おかしい難易度。ちょっと待ってよ。ん？最悪最悪最悪引っかかった。危ねえ。危ねえ。引っかかった今。ね、このチャイム鳴ってる時に進むんだけど、鳴ってる時に出てくるやつがね、
マジ意味わからんくらい強くて、まあ、強いっていうかね、運ゲーなんだよ本当に。もう死んで死んで死にまくることによって覚えていけみたいな。いや覚えていけじゃない、何回かに1回成功するよみたいな。もう相当死んだ本当に。よしよしよし、いいんじゃないか、いいんじゃないか。待ってよ待ってよ、あ、ゴールある、ゴールある。一旦でも中継するよ。俺は念には念に動いてるから、もう絶対に捕まりたくない、正直言って。何あのハート、誰と誰結ばれてんのか。次チャイムなっていくよ、俺の出番だ。来た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 、出口。あ、え、なに、え、いんの、何すんのこれ。ちょい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 、なになになに、スペース、お、お、え、覇気あー、今のが能力ってことか。謎の覇気をゲットした。よし、これで2つ目の能力ゲット。そしてラストの特殊能力はこの上でございます。もう一度上に上がりまして、ここも上がりまして、ね、あの奥だね、あの奥に確かあったんだよ、扉、扉っていうか小屋が。行きます。 OK、 いけた、ここここ、よーし、こんにちは。で、ここに赤い鍵を使います。オープン。さあ行きましょう。ここはベータ版でも一回やったんですけど、なんかその登っていくステージですね。こう縦に縦に、うん、ここちょっとね地味に大変なんだよね。敵とかはいないんだけど、目怖っ。とりあえず登りましょうか。まあでもね、ハローネイバーね、ベータ版よりもちょっとだけこういうのをプレイしやすくなってますね。と言ってもまあ鬼畜ですけど、相変わらず。これは僕たちがちっちゃいのか、ここが大きいのかっていう、本当にこれ永遠の疑問です。で、こっちだったっけな。うわ、もう忘れちゃったな。あー、で、このトースターの中入んでたよ確かね。で、ぴょーん。あー、でもあれが開いてないから上に乗れないぜバーカみたいな。なるほど、これを下げんのか、レバーを。やべやべやべ、めっちゃ落ちた、めっちゃ落ちた、めっちゃ落ちた。あ、めっちゃ落ちた。こっからがね、確かね、変わってなかったら、やっぱりね。出たよ、紙飛行機。で、これ必要になってくるから。これね、ベータやってる人じゃないとわかんないよね。これ必要になってくるんですよ。足場に必要なんだよね。紙飛行機が苦手なんだよな。押して、押して、押して、で、乗る。大丈夫かな。あ、全然進んでないな、前に流れてんな、ダメだな、あ、待って待って、進み出した進み出した、よし、いいぞいいぞいいぞ、このまま行ってくれば OK。 あの前に多分飛び乗るんだろうけど、なんであの速いのあいつ。これいけるよね、失速してないよね、大丈夫だよね。お、帰ってきたぞ帰ってきたぞ。なんやなんやこれ、なんやこの感じ。当たんない当たんない当たんない、絶対当たんない。よかったー、上飛んでた俺の方が。え、止まったな。はっ、あ、よかった、いけた、よし。で、次はなんだ。ここを登っていく、受話器を登っていく、黒電話の落ちんじゃねえぞ。バーッ、何をやってんだ俺は。はっ、オッケー。で、はい、ここね、登るパターンね、知ってるね。で、ちょっと待ってよ、ここ1個2個で3、こっちにするか、よしよし、よーし、登った。で、なんだこの枕、こっちか。優しい、親切これ。え、これおしゃれなんだけど、家に欲しいんだけど、この矢印。あ、で、ここで二段ジャンプだ、そういえば。いくよ。はい、しゃー、オッケー、みんなこれで、二段ジャンプをゲットできた。よーしゃー。三つの能力、すべて手に入れました。ステルスと、なんかそのマネキンを倒す力、と、あと、二段ジャンプ。長かった、マジ、このパートを。3時間くらいやってました、皆さん、本当に。あのねー。
もうちょっと難易度下げてくれてもいいですか。さあ帰ってきたぞ。よし、二段ジャンプの力ちょっと試してみるか。ここら辺で行くぞ。待てよ、ちゃんとこの傘しとかないと。行くよ行くよ。あれ、二段ジャンプできた今。わかんねえや。ということで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。次回あの扉の中に入りたいと思います。能力があるので先に進めるはず。ということでポッキーでした。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してね。じゃあバイバイ。おお立った。はいどうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、ハローネイバー製品版続きをプレイしていこうと思います。前回3つの特殊能力をゲットしまして、今回また地下のあの部屋に入っていこうと思います。まあもう空いてるので簡単に入れますね。大丈夫、どんだけ監視カメラがあっても怖くない。ということでお邪魔しまーす。さあ来た。こっからですよ問題は。まあステルスが僕にはあるんで多分大丈夫だと思うんだけどね。とりあえずオープンザドアして行きましょう。引っかかる、ここ毎回引っかかるな。よし開けて。ライトがあれば一番いいんだけど、ここライトないと分かんなくなっちゃうな。待て待てよ、この先だよ、やられたところは。落ち着け、いるぞいるぞ、気をつけろ。待てよ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 、ここら辺まで行って、はいステルス。あいつ何？オッケー、バレないね。やっぱりか。え？あ、捕まったわ。いや、今捕まった時に俺は確信した、このパートも長くなるなって。ちょ待てよ、あいつマジ何なの？ステルスになってるよね今。オッケーオッケー、バレない。左に行った、ゆっくり行く。オッケーオッケー、壊れた壊れた。待てよ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 、こっちでいいのかな。真っ赤ですけど、隣人さんの地下室になんかいますけど、隣人さんは気づいてるんですか？ここか？あ、またあの出口から出んの？これ椅子邪魔。よし。OK。なんか使えそう。ここに薪をくべよう。よし。で？真っ暗なんだけど、どっち行けばいいんだ？あ、これか？あ、壊れんのか。よし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 。で？あ？あ、分かった？いや、分かってない。いや、ちょっと待って。普通に出口に行けばいいんだよな、そこに。ここ二段ジャンプできるよね。よし。あれ、待って。行くよ。よっ。あれ、届かない。オッケー、壊れた。よーし。二段ジャンプあると楽に壊れましたね。うわ、びっくりした。何？あ、ここで。能力。跳ね返す力。なるほど。よくやった。そういうことか。三つとも能力使いましたね、結局。これでいけるのか。でも南京錠めっちゃあってさ、確か鍵閉まってたよねこの先。はっ、ない。ということはこのままいける。はっ、え、またお前、君がここへ導いたの。お、なんだ、何この部屋、これスピーカーから流れてるみたいな、ちょっと冷める感じこれ。あ、そういうことか。俺一緒に刺したぞ。いや、ちょっと待って。力加減わからな。え、でも何としても入れたいな、これ。いや、難しい。もういいよ。よし、じゃあ、どこ行くんだ？こっちか？違うよね。ここから来たもんね。え？え、こっから来たよね。ここへ行くの？開かないよ。見てみる。真っ白。なんかどこへ行けばいいんだ俺は一体。わからない。え？外？あ？あ、びっくりした、何？あ！え？巨大な隣人さん？え？ベータの時に一回だけ夢みたいなんで会ったことあるけど。何やってんだ？でかい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 。なんだ？うわ、びっくりした！何？やばいな、このままじゃやばい。待って待って、なんだなんだなんだ、謎マップすぎるんだけど。え？
レンジさん、レンジさんの背中に家ついてますけど、あと胸毛こ、まあ、いっか。え、何したらいいのこれ。は？でかすぎる。え、とりあえずなんか登れそうなとことかはあるね。何箇所か行ってみれば、矢印とかもあるしね。傘？何？息荒？気づかれたか？この上上がれるよね。よっ、あ、待て、ちょっと難しいな。でもこういう様子はもうちょっと、これはもう集大成なんだ。俺と隣人さんのこんなとこで手こずってる場合じゃない。よし、はっ、いいぞ。何があるんだろう。あ、ボタン、これ電車のボタンだね。押しとく。あ、動き出した。なんかあれに乗んのか。だいぶ速くね、あの電車。何、早送り。うわぁ、なんか割れたよ。ここ行けってことかな、もしかして。線路伝って、上の部屋なんかありそうだな。線路伝って行ってみるか。まあ、とんでもないことしちゃったな。これはさ、毎回思うんだけど、俺が小さいのかさ、隣人さんがでかいってか物がでかいの、どっちなんだろうね。マジで疑問だわ。よっ、あ、待って、登れないか。頑張れ俺。よっしゃ、隣人さん待っとけそこで。これ歩けるか。これ道と言えないけどね。よしよしよし。これおかしいからね、普通この下にある木でさ、この鉄のさ線路を支えるはずなのに、鉄のこの木が、鉄のこのなんていうの、この線路がさ木を支えてるって、もう意味わかんないからね。とりあえず、あ、なんかあるわ。なんだあれ、行ってみるか。飛ぶかな。おっ、死んだ。長くなりそうだ。オッケー、いけた。なんだ、ケーキか。あ、クリスマスってこと。なんかありがとう。え、お風呂だけなんかちょっとちっちゃくない。逆に、逆にどうした。水出る、水は。あ、出る出る出る、ちゃんと出る。どういうこと。ろうそくの火を消せってこと、もしかして。あ、取れるわ。消すのか、関係ないな。なんか意味あんのこのろうそくは。何これ、ここに来るってことは絶対意味あるよね。火を使うのか。あー、なんだこれ、落ちたら死ぬか。いや、でも二段ジャンプ、あー死んだわ普通に。まあいい、ちょ待てよ。何をすればいいのかが全然わからないんだけど、このろうそくは使いそう。なんか次に行くべき場所はどこ。傘、あのスイッチなんか関係ありそうだよね。押してみるか。ろうそく投げてごめんなさいね。多分これくらいなんだよね、俺わかる大体。惜しい、もうちょっと下か。これくらい、はい、完璧。なんか開いた音がしたね今奥で。あれ、ろうそく、よし、一個だけもらってきて。あ、あ、火消えてないわ、すごいろうそくだな。なんだ、わかったわかった、トースターで上に登れってことかな。まさかこれスモールライトとかビッグライトちゃう、ちゃうって。ごめん、友達みたいな感じになっちゃって。あれ、なんもなんないわ。ドラえもん、ビッグライトじゃないの、これで戦えるようになるとかじゃないの。でもありそうだな、そういうパターン。なんだなんだこれ、こっちか。あれ、届かない。あれ、ちょっと待てよ、こっちから登るのか。あ、そういうための電気もしかして。あ、ぽいぽいぽい。あー、なるほど、こっからゆっくりと、はい、登る。でこれで飛ぶんでしょ多分、上に。傘を持ってこいってことかな。なんか傘アピールすごいよねこのマップ。よっ、はいはいはい、入ります、行きましょう。うわー、すごい。めっちゃ飛ぶやん。よいしょー、だいぶ上まで来たけど。あ、隣人さんを下に見れるぞ、あんな巨大な隣人さんを。なんだこれ、あ、なんかスイッチある。あ、あ、なんだ、どっか行ったけど。
え、今の俺のスイッチで動いてるよ、もしかして。ぽくない？あ、なんか動いてる。あー、分かったかもしんない。こうやって。あー、乗れなかった。今乗りたかったのに。リンジーさん、最後見て。ポン。あ、行けたわ、普通に。で、これ上があるんじゃね？なんかありそうじゃね？ぽいね。もうこれ何を動力に動いてるか全く意味不明だけどね。車輪回ってないし。俺こういうとこ見ちゃうんだよね、ほんとに。大型のくせに。これで上に上がって、隣人さんの頭の上に乗るとかかな。でも傘のあのマーク何だったんだろう。傘が必要ってことかな、もしかして。何この部屋。え、何ここ。え、人盛り。は、あ、この先に行けってこと。ちょ、これで終わるか。なんだなんだ。え、何謎の部屋。え、謎の部屋が過ぎる。オープン。うわ、何何ね。あー、めっちゃ傘。死んだんだけど。え、何ね。めっちゃ傘もらったね、今。あんなにいらないってぐらい。あ、あ、みんな傘の雨が降ってきた。おお、びっくりした。逆じゃない？逆発想すぎない？普通、雨を傘で防ぐのに。わあ、傘の雨だ。ああ、ああ、もう、トースターに入ってとんでもないことになってんだけど、ほんとに。もう傘が打ち上がってる上に。傘ゲットしたぞ、隣人さん。ちょ、待てよ。これでさ、行けるとこ広がった説ある。めっちゃ傘あるな、マジで。なんだこれ。なんか昔にさ、魚が空から降ってきたみたいな。世界仰天ニュースみたいなのあったけど、それと通じるものがあるね。よし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 。これでちょっと待ってよ。あの奥とかも行けるしね、頑張れば。飛んでみよう。やってみよう。飛んで。こっちは何で。もう自由に行けるからね、こことかも。傘のおかげで。ちょっと待ってよ、もうちょっと降りて。何あれ。ちょっと待ってよ。怖っ怖っ。何これ何これ。メントス。メントスがあるんだけど。モテる。え、モテる。ちょっと待ってよ、ろうそく今いらない。メントス持った。何これ、どういうこと。食わせる、メントスを隣人さんに。そういうこと。え、マジで。今のコーラかな、もしかして。え、まさか YouTuber みたいなことやっちゃうパターンかな。まさか、まさか違うかな。どう思う、みんな。みんな的に。俺はね、結構あると思う。このゲームやばいから、マジで。ちょっと待てよ、飛んで。Here we go! で、あのコーラのとこまでかなり飛んだね。ちょっと待てよ。で、あとろうそくも絶対意味あるよね。てか冷静に考えたら。ちょっと待て、入れたりしたら。いや、ありそうだぞ。これ、コーラじゃねえ、やっぱり。線開いてるから抜けてそうだけど、炭酸。あ、あ、え、え、飛んでった。どうだった。え、隣人さんの方へ飛んでったけど。え、なになに、どういうこと。攻撃になったのかな、今のが、もしかして。やべえ、わかんねえ。でもちょっと待ってよ、今のを考えると、あの上にある野球のバッティングマシーンも攻撃するってことか、隣人さんを。何かちょっと、戦いになっちゃうの、最後は。分かり合うことはできないの、俺は隣人さんと。それはそれで悲しいんだけどな、ちょっと。やっぱりあの弾を入れて、当てんのかな、隣人さんに。メントスコーラ不発だったっぽいけどね。なんかメントスコーラの流行に乗ったけど、あんま伸びなかったみたいな。一瞬だで、死んだみたいな。まあ、YouTuber あるあるですね、これが。ゆっくり降りましょうね、ゆっくりと。これさすがに持てないか。
持てないね。じゃあ転がすのか。あ、なるほどね。これ簡単でしょ。そこだよね。よし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 。玉転がし。入ったんじゃない？はい、完璧。で、これが撃たれて、あ、あれ当たってないな。ちょっと待ってよ。弾は何個かある。あ、もしかしてメントスコーラもあれ何発も撃たなきゃいけなかったのかな。でもコーラ1個しかなかったもんね。入れるでしょ。で、あ、足に当たってるあれ。ちょっとわかんねえな。わかんねえ。ダメージ入ってんのか。なんか違う感ない？どうだ？避けられてるね。ちょっと待ってよ。あれはなんだ？巨大パチンコだ。これ使いそうだね。これはどうするんだい？わかったわかった。ここでろうそくじゃね？あー、やっぱりそうだ。行け。あれ？攻撃当たってないな。なんで？What？ あ、待て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 、もしかしてさ、あれとかも点火する？ろうそくで。そのパターンある？これは何？あと関係ある？なんかないか別に。これ点火できそうじゃない？ちょ待てよ。ろうそくでしゃがんで、来た来た来た、いた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 。お、あー、どういうことだ。メントス復活してる？復活してるわ。ってことはやっぱり、あ、今の耳塞いでる状態でメントス打って、で、あの野球ボールも打てってことか、足に。なるほど、やっと分かった。意味がそうと分かれば早いぜ。俺は仕事の早い男だからな。よし、飛びまーす。で、で、最終的にでもどこ行くんだろうね。あの隣人さんのあの担いでる家に入るとかかな。さあメントスぶち込んで、いった。どうだ、当たるか。当たったわ。直撃した足に。なるほど。で、ごめんね隣人さん。正直俺隣人さんのこと結構好きだよ。なんかこれ動物の森のあの雪だるま作りを思い出すわ。この感じ懐かしい。入れ。いった。オッケー。直撃した。で、なんだ、やっぱあの家に入るんじゃね。ぽいな。それが考えられないよな。もう行く場所全部行ったもんね。ちょ待てよ。トースター大活躍だ本当に。なんて便利なアイテムを作ったの。よし。で、ちょ待てよ。あの家は入れんのか。届くかな。あー、なんかあるね入り口。これ届くかな。このまま。待てよ待てよ待てよ。行けそう行けそう行けそう。いや、ちょ待て待て待てよ。鍵閉まってないか。鍵探せパターンじゃないか、ここに来て。あ、着いた。なんだ、開く開く。開いた開いた、入れた。なんだ、一体どこで繋がってんだ。っていうかまあ家か普通に。え、何ここ。え、暗。なんだこれ、ポスター。行方不明ってこと。隣人さんが書いて行方不明のポスター。誰ですか。怖いんだけど。あれ同じだ全部。行方を探してたってことか。え、真っ暗すぎる。なんだこっちか。なんか若干ディズニーってかユニバ感ある。なになに、
こっち？なになに？車の音。あっ、エンジンさんだ。やっぱ行方不明になって街中にこのポスターを貼りまくってた。あ、入れた。なんだ？結構深いね、マジで。なんか、わからないところがたくさんある。はい？誰？子供？あ？どこ？そしてここは。おーい！元気？元気か？にゃーおって猫か？君は。なんだ、隠れる場所があるけど、これ誰？あ、少年か。何？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 何の音？え？何？どこ行くの？オーマイガー。なんだ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 。なんか来てる。え？何？どうしたの？どこ行くの？めっちゃなよなよしてるけど、走り方。なんだ？なんかでっかいやついるな、まだ。オーマイガー、オーマイガー。なに？あー、なに？あー、あー、え？死んだ。え？なに今の急展開。は？ちょっと待って。俺は何をすればよかったの今。あれあれあれ、これちょっと待って、なんかすんだな。なんかするんだな。ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ。どうしたらいいんだこれ。そこ座っちゃダメ。なに？うわー！何が起きた？ん？助かった。縦になれってこと？俺がもしかして。あ、ぽいぽいぽい。ちょ待てよ。どうすりゃいいんだ？どっち行くんだ？そっち。オッケー。オッケー。あ、そっち。よし。え、いけない！いけない！ちょ待て、はぐれた！待て。どうすんの？どうすんの？こっちか？これ間に合うか？これ。あー、これ覚えゲーだ。少年は左に行くけど、俺は右側を回って、で、少年が、どこだ、どこだ、こっちか？少年？あ、来た来た来た。これ毎回死ぬやつじゃない、ここで待機。いや、怖い。危ないんだよね、これ。結構ギリギリで待たないと。さあ、次はどこ行く？少年。どっちだ？そっちか。おい、それまたいけないやつじゃね、俺が。あ、またいけないやつ。こっちか、こっちか、こっちか。急げ、急げ。こっち？こっち？合ってんの？端が登んの？もしかして。わっ。わかんねえ。あ、いたいたいた、少年いた。どこ、どこ行くの、どこ行くの。次どこで座んの。そこか、オッケー。ここで待つ。あー、怖い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 。危な。これ俺は何なんだろう、見えてない存在なのかな。よくわかんねえけど。ちょちょちょ、あれ、待てね、めっちゃ遅い、歩く速度。ちょちょ、立って立って立って。どっち行った、どこ行った。 What？ どこ消えた消えた消えた。ちょ待って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 、ん？少年！あれ？これ登れない？え？どこ行った？マジで。ねえ、わかんないよ、こんなの。あ、ここ二段ジャンプで行けるんだ。次はどこだ？ここか？ここっぽくない？光あるとか怪しいんだよね。こっち来る？来た来た来た。もう先に迎えるスタイルね。どこだ？そこか。よし。ここで待つ。はい、なんか俺でかくね？なんか俺でかくなってね？あれ？こいつちっちゃくなった？あれ？なんかでかくね？俺上か？こっちか？待てよ、もうわかんないとこまで来た。なんか巨大になってるな、でも俺。あいつと戦えるくらいになった。なんだ？あれ？ここか？え、わかんない。なんだ？あ、いたいたいた。よし。わお、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 わお。作ったのか？もうよくわかんないよ、ほんとに。あ、え、え、え、あ、どこ？え、なにここ。あ、いる。え、なにその感じ。なんかどんどん鳴ってるよ。あ、
人さんの家に、その黒い、これ何かを表してるね。この黒いのっていうのは何を表してるんだろう。まあなんか、なんて言うんだろう、その子供を守るために家をこうやって封じ込めていろんな仕掛けを作ってたってことなのかな。これ黒いのっていうのはやっぱ絶対何かを表してるよね。でこっちがこの、なんていうの、僕が侵入頑張ってたみたいな。なんかちょっと悲しくなってくるな。隣人さんそんな背中見せないで、であっちに入ればいいのか。俺は他何もないもんね。真っ白だわ。出口ってなってるか、もしかして。これ最後なのかな。出口だ。あんなにもドアの中に入りたかったのに、いざ来てみると悲しいものだな。あ、左側行けないようになってる。こっち奥見れないようになってる。じゃあ行きましょうか。うわー、入ります。お、え、はあ、夢だった。え、夢落ち。隣人さんの絵完成してないね。引っ越してきた時と一緒じゃん。ラジオが扉。俺そんな社交性あんの。待って、夢だったオチ。ね、嘘でしょ。エンドロールということで、おしゃれだな。終わり方おしゃれすぎるだろう。なんだこの映画みたいな終わり方。いやー、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。これがハローネイバーの全てでしたね。なんかすごいね。僕最初本当にやり始めた時は、まあただのホラーゲームとバカゲーが合わさったようなものだと思っていたんですけど、やり込んでみるとすごい面白かったし、なんかね、今までプレイしてきたゲームとは結構違った斬新さがあって、なんかすごい面白かったです本当に。いや普通に本当に続編とか待ってるレベルに僕はすごい楽しかったですし、斬新なゲームだなって思いました。まあバグがね、まあどうしてもね、多いのは仕方ないことだと思うんですけど、まあすごい良かったかなって僕は思います。もうエンドロールも終わったぞみんな。なんだこれ、なんかできんのか操作。いや、何も操作できないね。あー、ただこれだけか。ということで、まあ終わりかな。皆さんご視聴いただきありがとうございました。僕のハローネイバー。いや本当に楽しみにしてくれた方もたくさんいたっぽくて、僕はとっても嬉しかったです。ということで皆さん、また何かの実況でお会いしましょう。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひお墓ボタンを押してね。ではポッキーでした。ザッ、バイバイ。